こんにちはフィフィです漢字は中国人ではなく韓国人が作ったものだと韓国の作家が主張している動画が韓国国内で話題だそうですしかもこの主張に対して韓国の人々がそれは大変誇らしいことだと感動しています、まあ、普通ならそんなことはないありえないと呆れたり、まあ、そんな反応するはずなんですが 韓国では素晴らしいと賛同する声が上がっているというんですから驚きます先月韓国のテレビ番組ビッグクエスチョンの公式 YouTube チャンネルに漢字はもともと中国のというのは誤解ですというテーマの動画が投稿されましたで動画の中である韓国の作家が漢字は中国人ではなく韓国人によって作られたと主張しました でその根拠となるようなことを長々とこの作家は説明していました。でこの動画を見た韓国の人々からはもう新たな視点や知識が得られたとかハングルが最高の文字だと思っていたけどちょっと考えが変わったとか なんだか誇らしい気持ちになったとかもっとたくさんの韓国人がこの事実を知るべきだとかもうさらには漢字が中国語ではなく韓国語である証拠だ中国人も反論できない証拠だなどの声が多く寄せられていました。 まあ漢字は韓国が起源だと主張するのは勝手ですがいちいち中国人が作ったものではないだとか、まあ、相手の文化や歴史を否定するようなことを言うからまずいんですよね。この漢字の件については前にも韓国は漢字はは中中国国ではなく自分たたたたちがが作ったんだとと主張しして中国を激怒させたことがありましたそれは今から18年ほど前になります。 中国の人民日報が爆笑韓国人が漢字を発明したんだってと、まあ、こんなタイトルの記事をネットのニュースサイトに掲載していました。まあ、それだけではありません。極めつけは、孔子は韓国人という説まであると、この人民日報は書いていました。こうした韓国人によるこの主張に対して、中国の人民日報は、口頭無形だと、痛烈に韓国を 否定していますこの時の韓国側の主張は13億もの人口を持つ中国が人口8,000万人ほどの韓国に負けたのは韓国人はあらゆる分野において中国人より優れているからだともうここまでのことを言っていたといいますつまり中国に対する侮辱ですまあそりゃ中国が激怒するのも当然でしょうしかも漢字は韓国人が作ったものだと。 漢字を韓国で復活させて国連に漢字を世界の文化遺産にするよう申請せよと韓国の政府に韓国の大学教授が提言したという話も紹介していました。韓国は現在漢字を使っていないんですけどね。漢字を復活させなさいということでしょう。さらに中国の人民日報は、韓国は伝統文化の様々な分野で中国への挑発を図っていると書いていました。 も相当怒っていたのでしょうというのも韓国は漢字の件にとどまらず漢方医学についても韓国の医学だと世界遺産に申請しようと言ったり印刷の技術についても韓国が起源であると言ってドイツでイベントを開いたこともあったからなんですね。え中国の人民日報はこの時は韓国側によるこれらの主張を傲慢な主張だと表現していました。 そして韓国は我々の文化を自分たちのものだと世界遺産に申請したりして計画的に略奪しようとしている我々は中国の伝統文化を保護しなければいけないと記事の中で韓国への警戒を呼びかけていました韓国がこうした主張で中国をブチギレさせたのはこれだけではありませんもう民族衣装だったり旧正月で使う花火だったり端午の節句に至るまで 韓国が起源だと言い張って、たびたび中国と衝突しています。まあ、いずれにしても韓国は建国後に韓国特有の文化が生まれて、韓国の文化として定着したものも多くあります。まあ、それを大事にしたら良いと思います。まあ、例えばキムチですが、これ確かにもともと水キムチのようなものは中国にあったようです。で、それが韓国に伝わったそうですが、現在のような 唐辛子を使ったものは韓国で作られて韓国のキムチとして定着しました今キムチは韓国の食文化として知られていますただ韓国はいちいちキムチは中国ではなく韓国が発祥だと中国を刺激するようなことを主張してこのことでも中国と衝突しています 韓国は相手の文化や歴史を尊重しないから、まあ、自分たちの文化が否定されるんですよね中国のことを何も言わずに、まあ、自分たちの文化として大切にすればいいだけのことなんです日本と中国を見たらわかりますが似たような文化があってもいがみ合ったりしないのはお互いに文化を尊重しているからですこれを韓国も見習ってほしいです まあ実はもともと中国と韓国は仲が良いわけではありません。歴史的に見てもそうです。中華思想が広がっていった過程で朝鮮半島はそれに飲み込まれていきました。そうした経緯から韓国は根底の部分で反中感情を持っています。正確に言えばひがみに似たコンプレックスのような感情です。 そして韓国と中国で近代的なナショナリズムが発展するにつれてその中国に対する韓国のコンプレックスが表に出始めました1980年代に韓国は日本やアメリカの支援を受けて経済的にもそして文化的にも飛躍的に発展していきましたでこの頃から韓国は中国より進んでいるというマウントを取り始めました 韓国は自分たちで独立して国を建国してもいなければその後の文化的な発展も経済成長も自分たちだけで成し遂げたわけでもないのに何を勘違いしたのか自分たちでやってきたと思って信じています日本やアメリカに助けられて成長したのに韓国の経済発展を彼らはハンガの奇跡なんて呼んでいますこれ奇跡でも何でもなく日米が助けたから成長しただけです 韓国の他国に対するマウントというのはコンプレックスの裏返しでしょう。ちなみに韓国は日本との戦いに勝って自分たちで大韓民国を建国したんだという歴史に書き換えていますがこれも間違っています。 自分たちのプライドを保つために、まあ、こうした捏造の歴史を信じています。そして今も日本に対して事あるごとにライバル意識を持って接してくるのも、あれは日本への憧れの裏返しです。日本が自分たちよりも進んでいることを認めつつ、それを素直に受け入れることができません。韓国は日本に対してそうした嫉妬のような感情を常に抱いています。 韓国は歴史の中でそれこそ近代史においても常に中国とそして日本という大国の間に挟まれて複雑な感情を持ってきました。まあ、そんな韓国のプライドを保つために漢字は中国人ではなく韓国人が作ったんだとか韓国は自分たちの力で建国したんだといった捏造の歴史が必要だったのでしょう。 ただこの日本でもおなじみの韓国起源つまり何でも韓国初にしてしまうことについては中国でもよく知られていてたびたび中国と韓国とと韓では摩擦が起きていますそしてこうしたことが中国の人たちが韓国を嫌う理由の一つにもなっています。 2017年の BBC の世論調査では韓国を嫌いと答えた中国人の割合が71%にもなりましたいつも日韓関係が悪いなんて言われますがもしかするとそれ以上に韓国と中国との中が悪いのかもしれませんただ先ほどから言っているように韓国が事あるごとに相手の文化を否定して自分の文化だと主張するようなことをしなければ 中国もそこまで韓国を嫌うようなことはしないでしょう。韓国にはキムチのように建国以来自分たちで確立していった韓国の文化があります。また韓国は建国の歴史についてもですが、 韓国は日本と戦って自ら独立して大韓民国を建国したんだといったそういったでたらめの歴史を信じていますがそれも実際には韓国は日本と共に欧米列強を相手に戦いました、まあ、本来であればそこに誇りを持てるはずです韓国にだって十分に誇れる歴史はありますつまらない嫉妬や下手なプライドを捨てて 韓国は自ら誇れる文化を大切にしてしてほいと思います。さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そしてフィーフ f ーチャンネルの登録もお願いします。